イボン・ペトラは、フランスの男子テニス選手。インドシナ半島のチョロンに生まれる。1946年のウィンブルドン選手権、男子シングルス優勝者で、現時点では、フランス人男子選手として、最後のウィンブルドン優勝者である。全仏選手権でも、男子ダブルスで1938年と1946年の2度、優勝した。彼は、 身長196センチメートルの長身選手で、歴代の四大大会男子シングルス優勝者の中で、最も背の高い選手と呼ばれた。彼のテニスは、長身を生かした強力なサービスを、最大の武器にするスタイルで、長ズボンを履いてプレーしていた。フルネームは、ボン、フランソア・アマリエ・ペトラという。ペトラは、出身地のチョロンにいた時、裸足で走りながら、 テニスに親しみ始めたという。やがて両親と共にフランスへ引っ越し、当地のバーで働いて、生計を立てた。1937年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのフランス代表選手に選ばれ、この年に全仏選手権の混合ダブルスで優勝し、シングルスで初めてのベスト8に入った。混合ダブルスのパートナーは、 ベテランのシモーヌ・マチューであった。シングルス準々決勝では、ペトラは、第1シードのヘンリー・オースチンに完敗してしまう。翌1938年の全仏選手権で、ペトラは、同じフランスのベルナール・デストレモーをと組んで、男子ダブルス初優勝を飾った。決勝の相手は、当時の世界最強ペアであった、ドン・バジッジジーン・マコ組で、 ペトナとデストレモーはこの強敵を3から6、6から3、9から7、6から1で破って優勝した。1938年はバッジの前世時代で彼がテニス史上初の年間グランドスラムを達成した年である。1939年に第二次世界大戦が勃発し、ペトナはフランス陸軍の兵士となった。戦闘中に足に、 大怪我を負い、戦争捕虜となる。足の切断もあり得るほどの怪我だったが、ドイツ人の医師の手当てが功を奏し、彼の足は無事に回復した。世界大戦が1945年に終結した後、1946年からテニス四大,大大会も再開され、ペトラはテニス界に復帰する。終戦後最初の全仏選手権で、ペトラは マルセル・ベルナールとペアを組み、8年ぶり2度目の男子ダブルス優勝を果たした。決勝の相手はパンチをセグラーエンリケ・モレア組であった。シングルスでも初の準決勝に進み、ダブルスパートナーのベルナールに7から5、2から6、3から6、7から5、2から6で敗れる。続くウィンブルドン選手権でイボン・ペトナは、 終戦後最初のウィンブルドン男子シ,シングルス優勝者になった。第5シードから勝ち上がったペトラは、決勝で、第3シードのジェフ・ブラウンを6から2、6から4、7から9、5から7、6から4で破り、生涯最高の栄冠を獲得した。1947年に、ペトラのテニス成績は後退し、全仏選手権。 ウィンブルドン選手権ともベスト8止まりに終わった。デビスカップでは戦前の1937年から1939年と戦後の1946年1947年にフランス代表選手を務めた。1948年、ペトラはプロテニス選手に転向する。フランスのテニスの歴史に名前を刻んだイボン・ペトラは 1984年9月12日にパリで死去した。イボン・ペトラは2016年に国際テニス連動入りを果たした。ありがとうございます。